はい、どうも、文からです。今回もみんなの意見で僕から出ていこうかなと思います。この外装についてなんですけども、塔に直接つけるのではなく、塔から柱的なものを伸ばしたらいいんじゃないでしょうかっていう意見と、縦長にしたらいいと思う。ほう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 。そうね。この横に柱、もしくは縦長にする。ほう、どうしようかな。まあ、でもどっちにしても今のままじゃ、やばいってことだよね。そうね。塔の横に柱的なものをつけるにしても、この太さでつけたらやばいよね。そうね。OK。とりあえず、どっちにしても、あれだよね。上を、上から崩していくっていう結果だよね。OK。そういうことね。オッケー、頑張るわオッケー、行きましょう。ちょっとね、ちっちゃくしてサイズを縦に伸ばそう。あのまま多分縦は無理だから、ちょっとこじんまりとさせよう。それがいい。じゃないとね、多分本棚が持たんと思うよね。あとね、横幅が広いけ、塔をつけるにしてもちょっと厳しいかなっていうサイズだったんで、ちょっとだけちっちゃくね、一回りちっちゃくして、一回り二回りぐらいちっちゃくなったかな。このサイズでいこうかなと思います。これならまだなんとかなるかもしれない、多分ね。とりあえず立てていきます。まあこれで前回と同じぐらいなんだよね。なんでここからさらにちょっと伸ばしていこうかなと思います。こんなもんかな。よいしょ。こんぐらいならまだいいかな。こうかな。で、まあここはでも仕方ないか。こうなるよな。ここ一個出せたらいいんだけどな。こうす、いやどうしよう。いやまあでもこれがベタなんだよな、多分。そうだね。もうちょっと左側を上げて、そこに風車つけて、屋根だよね、問題は。じゃあちょっと本並べていこうか。なんか、最初に比べて、
全然違う建物になった気がするんだけど一から作り直した感じがするんだけど、気のせいかな気のせいかな。まあ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 。でもね、本はね、まあ規模を縮小しただけあって、本は足りると思うよ。本は足りるけ、あとは中をね、いかに綺麗にするかだよね。そして外の風車もあれでいいのかっていう感じだよね。結局さ、こう、黄昏の森のウィッチタワーみたいな感じになったけど、まあこれはこれでね、なんて言うんだろう。ちょっとまあ司書さんがおる建物って言っても間違いではないんじゃないかなと俺は思っとる。みんなはどう思うかわからんけど。みんなはどう思うかわからんけど、俺的にはちょっと司書感あるかなって思うんだけど、どうだろう。ダメかな。俺的にはまあありかなと思うんだけどね。ダメかな。まあこれでね、また作ってみて、みんながいやここはちょっと変だろうっていうところはどんどん言ってもらったら、何回でも俺作り直すんで、やっぱね、みんなの意見で動くワールド、みんなの意見でこうどん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 ね、いいような感じに変えていきたい、改良していきたい系ね。そこはちゃんとね、みんなの意見に従ってね、いいものをどんどん作っていきたいなっていう気持ちはずっとあるんで、そこはね、どんどん遠慮せずに言ってください。もしね、この動画を見てね、いや、せっかく作ったのに、なんか、壊す感じになってしまって申し訳ないみたいなことは、思わないでほしい。どちらかというと。壊すことによって、また新しいいいものが生まれるっていうことも、絶対あるんで、よいしょ。しかもね、最初の意見と別に、そんな変わってないんだよ。円形ではあるし、そして何より、風車つけれるけ別にマイナスではない。俺はそう思って作りよる。なんだったらマイナスではないと思ったけ壊したしね。うん、みんなでいいものを作っていこう。みんなでいいものを作っていこう。みんながいい意見を出して俺がそれをうまく反映できるかどうか別だけどせっかくいい意見が出たのにちょっとダメにしてしまう可能性があるけども、まあまあまあ、それもね、それもいいじゃない。いろいろやってったらいいじゃない。ね。うん。この上どうすっかな。ここで一回天井にしてやるっていうのあるよ。ここから2階にしてやるパターンもありだと思う、俺。うん、2階にするパターンありだね。それいいんじゃない？全然2階パターンあるよ。そうか、これ難しいな。非常に難しい。どうしようかな。まあ、螺旋は作れるんだろうけど、うまい具合やれば。どうすっかな。とりあえずこの中も本埋めとく？いや、ここのスペースなんなんてなるよね。いるこれってなるよね。いや、参ったな。どうしよう。どうしたらいい俺。どうしたらいいわけ？ちょっとできる限りやるけど。でもこうなった以上ちょっと期待はせんで、もう螺旋を諦めるべきかな。よーっしゃ、とりあえずはここまで来たけど、どうかな。うまくいってほしいけどな。なかなか難しいよやっぱり。よいしょ、ほい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 っと、よっほい。
はいっと、はい。よいしょ。やっぱ狭くなった分ね、設置は早く終わったんだけど、なかなかうまい具合いってなかったよね。よし。こんなもんだろうね。よいしょ。螺旋階段も作れたし。ここかぼちゃ置いてみたんだけど、ジャックオーランタン置いてみたんだけど、どうだろう。グローストーンの方が良かったから。まあこちらはもう特に何もできなかった。でもまあこんなもんかな、できるとこって。ここね、鉄格子にしようか悩んだんだけど、まあちょっとここもね、意見によっては変えていこうかなと思っております。ということで、今回ね、こんな感じで司書さんのね、お家にできればなと思ったんですが、皆さんいかがでしょうか。まあこの辺はね、ちょっとね、どうしようか悩んだんだけど、まあ窓を作るのも難しいんで、こんな風に穴開けて鉄格子置くだけで、終わらせてみました。これでね、まあ上から見た時の本館はなくなったけれども、まあ若干魔女っぽいというか、司書さんが住んでる雰囲気を出せるんじゃないかなと思います。まあね、これがまた嫌だったらいくらでも言ってください。私頑張ってね、誠心誠意皆さんの意見に答えていこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。